ファイナルファンタジー10、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ユーナレスカの元に話を聞きに行く。でいいのかな、一応。ところからですね。何祈り事なるものは決まりましたか？誰を選ぶのです？その前に教えてください。究極召喚で倒してもシンは絶対に蘇るのでしょうか？シンは不滅です。シンを倒した究極召喚獣が新たなシンとなり変わり、だからジェクトか、必ずや復活を遂げます。そんで親父がシンかよ。シンはスピラが背負った運命、永遠に変えられぬ宿命です。永遠にって、でもよ、人間が罪を全部償えば真の復活は止まるんだろ。いつかはきっとなんとかなんだろう。人の罪が消えることなありますか？答えになっていません。罪が消えれば真も消える、エーボンはそう教えてきたのです。その教えだけがスピラの希望だった。希望は慰め、悲しい定めも諦めて受け入れるための力となる。ふざけるな。ただの気休めではないか。ブラスカは教えを信じて命を捨てた。ジェクトはブラスカを信じて犠牲になった。信じていたから自ら死んで行けたのですよ。本当に一緒なんだな、アーロンとティーだって。究極召喚とエボンの教えはスピラを照らす希望の光。希望を否定するのなら生きても悲しいだけでしょう。さあ選ぶのです。あなたの祈り子は誰？希望のために捧げる犠牲を。嫌です。死んでもいいと思ってました。私の命が役に立つなら死ぬのも怖くないって。でも究極召喚は何一つ変えられないまやかしなのですね。いいえ、希望の光です。あなたの父も希望のため犠牲となりました。悲しみを忘れるために。違う、父さんは、父さんの願いは悲しみを消すことだった。忘れたりごまかすことじゃない。消せない悲しみに逆らって何の意味があるのです？父さんのこと大好きだった。だから父さんにできなかったこと私の手で叶えたい。悲しくても生きます。生きて戦って、いつか、今は変えられない運命でもいつか必ず変える。まやかしの希望なんかいらない。哀れな、自ら希望を捨てるとは。ならばあなたが絶望に沈む前にせめてもの救いを与えましょう。悲しい闇に生きるより希望の光に満ちた死を、すべての悲しみを忘れるのです。さあどうする？今こそ決断する時だ。死んで楽になるか、生きて悲しみと戦うか。自分の心で感じたままに物語を動かす時だ。キバリが死んだら誰がユーナを守るのだ？私やっちゃうよ。ユーナレスカさん戦うってのか？冗談
鈴。じゃあ逃げる？ここで逃げちゃ俺を許せねえよ。たとえ死んだってな。同じこと考えてた。ユナ、一緒に続けよう。俺たちの物語をさ。髪型おかしいやつはなんかすげえこと言うやつばっかりだな。ってところなんだけど、もうすでにね、ちょっと第2形態までは戦ってて、第2形態小1時間やっても倒せなかったんで、ちょっと対策をね練ってきて、ちょっとそれをね今からやっていこう。とりあえず一旦全員に経験値を持たすように、ぐるっと一周させといて、決まり、ガード、よし。で、どうしようかな。ティーダ。で、いや、どうしよう。やっぱユーナにしとくか。ユーナにして、とりあえずガードしとこう。で、ティーダ。で、とりあえずガードして、どうしようかな。リックはどうせ後で参加するから、まあ、いっか。リックで。このメンツでいっか。とりあえずガードして、で使うのがこれね、リフレク使ってないと結構めんどくさくて、あ、自分に使っちゃった。まあいっか。吸収、とりあえず防いで、白魔法ヘイストぜ。そうか、ヘイストここで使っちゃうとダメなのか。とりあえずハイポで回復しとこう。で、リフレック、いいだ、よしよし、これでティーダが攻撃ができると。本当に時間かかってね。まだリフレックかけてないから、動かさないでと。はい、リフレック。よし、これで、魔法は使えないけど、ブライン。これね、反射しとかないと。本当にね、これでめちゃくちゃ時間かかったのよ。バイオは効かないから、とりあえずサンドラ。サイレスも違う。黒魔法で、ファイガー、はい、サイレスは効かん。よしよし、ティーダどうしようかな。一番今あんまりって感じだから、全員回復しとくか。メガポーション、オッケー。黒魔法サンドラ。第一形態はね、本当にね、これさえ、このからくりさえ分かれば本当に苦戦してさ、これさえ何度かなれば全然大丈夫なんで、バイガサイレスは効かん。やっても無駄だ。
どうしよう。回復ストッカー。ハイポーション。で、戦う。グラインは効かんよ。よし。で、黒魔法。ファイラー。燃やせません。効かなくてもやってくんだもんな。あ、あと4000ぐらいか。あと2発ぐらいだね。だったら、ちょっと面使えとくか。アーロンさん。じゃなくて、リュック。で、ガードして、で、アーロンさんに変えて、戦う。ユーナレスカとの因縁があるからね。あー、くそ、やべえ。決め、あ、ミス。ありがたい。はい。因縁があるからね。やっぱ出しとかないと。よし。すごいよね、これ。髪の毛伸びたのかと思ったけど、違うんだよな。で、ここでゾンビ化とかいう、どえらいことをやってくるので、ここで、違う。リュック。オーバードライブ技の調合で、これ見てるね、リア友からさ、教えられたんだけど、勝負師の魂と、なんだっけ光の魔石だっけな。光の魔石だっけだった気がするんだけど、大丈夫かな。間違えた時にめんどくさいな。まあ大丈夫だろう。これカルコス99、これ使うとね、ダメージと回復量が9999になるっていう。バカだよな、バカが考えた。でもこれあれなんだよね、成長させればさせるほど多分、あ、ミス。ありがたい。はいはい、オッケー。あー、ギャルだ。やばいやばい。もうちょっといけるか。もうちょっといけるか。あといくつくらいだろう、これ。アロンさん回復しないと、やばいけど。お、第2形態終わった。前回めっちゃここにかかったんだよね、時間。うわ、すごい見た目してんね、これ。こっから初見なんだよね。これ。え、ちょっと、何?オーバーです。え、何それ?何をしようとしたの?何もわからん。何もわからんことをしてきたな。とりあえず戦うでいいか。あら?聞いてないなぁ。秘伝。流星とかって一撃だっけ?何発もあるんだったらあれなんだけど。あ、でも叩き込んどいてくれよ。ちょ、流星。一撃だって気はすんな。一撃か。HP どれぐらいなんだろうな。やばい、アーロンさんが。あー、死んだ。オーバードライブ、元気。これ何回か切る技だった気がするから。これで。えい。えい。3。4。5。6。よし。アーロン。
また負けたのかってなるだろう。回復しときゃよかったな。ヤーロンさんで倒したかったんだよ俺。一回負けてる人だからさ、やっぱ今度は仲間がいれば勝てたんだぜっていうさ感じにしたかったんだよ俺は。俺はそう、私が消えれば究極召喚は失われる。あ、なくなんの？あなた方はスピラの希望を消し去ったのです。だから他の方法を探すんだよ。愚かな、そのような方法などありません。探したことないだろお前絶対。たとえあったとしても、万一シーンを倒せても、とわに生きるエボンジュは新たなシーンを生み出すのみ。エボンジュ？エボンジュ？はあ、善を許してください。希望の光を失ってスピラは悲しみの螺旋に落ちる。まあでもこの人も別に悪気があってというかさ、やってたわけじゃないんだよね。本当に良かれと思って。アーロン。ごめん。とんでもないことしちゃったのかな。半分そうかもしれない。もっととんでもないことしよう。どんな？シンを倒す。究極召喚なしで。しかも復活させないように。どうやってって聞くなよな。いや、どうしようかな。まあ、万が一倒せてもって言ってるってことはさ、なんとなくこうまあいけんことないんじゃないみたいな、そんな感じではあるよね。っていうかリュックのさ、これあったらもう負けないんじゃない？みんな置いていくんだもんな。話がある。はい。なんだよ。そろそろはっきりさせておこう。何が？そっか。やっぱあんたも。ああ、死んでるってことか。俺も死人だ。もっと驚くと思ったが。なんかそんな気してたんだ。ユナレスカにやられたんだろう。ブラスカがシンと戦い命を落とした後でな。納得できなかったんだよ。あいつらの仇を討つためにもう一度ここに来て返り討ちだ。なんとか一命を取り留めてガガゼ島を這い降りたが、ベベルの手前で力尽きてな。その時あったのが決まりだ。ユーナを任せて俺は死んだ。それ以来異界にも行かずこうしてさまよっている。アーロン、そんな顔をするな。こういう体で得したこともある。真に乗ってお前のザナルカンドにも行けたしな。そんでずっと俺のこと見守ってくれたのか。どうしてそこまでするんだよあんた。こういうことはな、口では説明できんのだ。いいだろう、見せてやろう。俺の記憶だ。最後に一個だけいいか。あのよ、悪い、やっぱやめとくわ。いいから言えよ。そうか、じゃあ行っちまうぞ。息子を頼む。ザナルカンドのあいつを頼む。あいつ泣き虫だからな。誰かついててやんねえと心配で心配でよ。だからよ、頼むわ。しかしザナルカンドなんてどうやって行けば。なんで情けねえな。おめえの言う無限の可能性ってやつでなんとかしてみろよ。ああ、
やってやろうじゃないか。約束しよう。あんたの息子は俺が守る。死んでも守ってやる。すまねえなアロン。おめえは堅物野郎だが、そういうとこ嫌いじゃなかったぜ。こういうことだ。やっぱ息子のことすげえ考えてる父親なんだよな。本当に不器用な人だよ。いなくなってからしか気づけなかったんだもんな俺な。ジェイクと でもそうだな、ジェイクとができなかったことをしに行こう。でもどうすりゃいいんだろう。どうすりゃいいんだろう。どうすりゃいいんだろう。めっちゃ見とる。気持ち悪い。マジ？究極召喚はないんだ。でもなんとかするから。もう少し待っててくれよな。こんな真横を通ってんのにスルー。ごよし見た耳が。それだな。ゴーヨ見るんかも。どこ行くどこ行くってしつこいよ。少しは自分でも考えてよね。どうする、明暗を期待しよう。一緒に考えろよ。そうだな、シンはジェクトだ。お前とシンは確かに通じ合っている。それが突破口になるかもしれん。でどうすんだよ。それが分かれば苦労はせん。だよな。
こっからどうしたもんかな。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。